三階、ヤグラのノマ矢倉本ヤグラ表門柴田城は、越後国間原郡柴田にあった、日本の城、別名、勝武城、柴田藩の藩庁が置かれていた。城の北部を流れる梶川を外堀に利用した平城であり、本丸を中心に、北の古丸と南の二ノ丸で囲い、その南側に三ノ丸を配する構造であった。現在は、の一部を除く全域と、 古丸全域、二の丸の一部が自衛隊駐屯地として利用され、本丸南側の石垣と、堀、矢倉門の本丸表門と二重矢倉の二の丸隅倉が現存。三階矢倉や二重矢倉の復元建築がある。現存建築がある定石としては、新潟県内では唯一である。また、石垣は、本丸の表門側のみに、全面段積の石垣が用いられ、他は、 小島紀石垣や土井であったと考えられている。しかし、漢文9年の大地震により、石垣が崩落しその復旧工事で、切り込み、節布の積もるに改められたとされる。最初に城が築かれた時期は不明だが、鎌倉時代初期に幕府設立に先行のあった佐々木森綱の冒険である柴田氏による築城と考えられている。代々柴田氏の居城となっていたが、天正9年、 柴田重家が、上杉影勝に対して、反乱を起こした。天正15年、継承方の構成により柴田城は落城、柴田氏は滅亡した。その後上杉氏の合図天保に伴い、慶長2年、溝口秀勝が6万国の所領を得て、柴田に入法。柴田藩領内を治めるための拠点として、柴田重家の宮城の地を選び、柴田城の築城を行っていった。 城が完全な形となったのは、上皇3年頃、三大戦ただしの時代と言われる。その後、漢文8年、教法4年に火災によって、旧地建築に大きな被害を受けるが、その度に再建されている。陳代制の施行にあたり、政府は、東京陳代第一英所に、新潟を選定し、不評第八大隊を配備することにした。しかし、城下町ではない新潟には部隊を入れられる。 施設がなかったため、しばらく、柴田城を英所とした。柴田城が臨時の英所として使われたのは明治4年11月から、新潟英所が完成し部隊が移転した、明治5年11月までである。明治6年2月に一旦は、廃城が決まったが、新潟英所が不適という理由で、部隊不在のまま陸軍省管轄に留められた。結局1874年に、 不評第8大隊は、新潟を引き払って、高崎に移ることになり、その一部である第2中隊が、柴田城に入った。第2中隊は、同年11月に、不評第3連隊の第2大隊となり、この第2大隊が1884年6月に、不評第16連隊に拡充し、敗戦まで柴田の強度部隊となった。長年にわたって、城郭の復元を、 住民等に望まれ、近年より、明治初頭に撮影された小写真などを資料として、交渉、設計された在来の伝統的手法による復元の計画が進められ、2004年に三階ヤグラと、辰巳ミヤグラが復元され、辰巳ミヤグラのみ、同年7月から一般公開されている。2006年4月6日、日本百名城に選定された、ヤグラの外壁には、 陶器の積雪への対策の意味もあり、生小壁が用いられていた。その他の平野一部の矢倉門には、下見板が張られていた。三階路天守はなく、本丸の北西宮に、三重矢倉をあげて、三階矢倉と呼んでいた。幕府に遠慮し天守を交渉しなかったが、三階矢倉は、柴田城における実質的な天守であった。女王を三年に創建された者は、 漢文8年の火災により消失し、現在復元されている姿のものは遠方7年に再建されたものである。明治初期に撮影された写真によれば、続きあぐらを伴った複合式相当型33階で、1重目の西面と南面に霧妻破風を持った石落としを兼ねるで窓があり、3重目屋根の胸は定時型に作られ、登場には3匹のシャチが乗せられている。 1874年に破却された、本丸表門1732年に再建された、原村の矢倉門。2階に格子窓を設け、門の真上の床を外して、石落としとする構造となっている。国の重要文化財、旧二の丸隅矢倉相当型22階の、一区原村の二重櫓。1668年の大化後の建築。現在は、 本丸鉄砲倉の後に移築されている国の重要文化財本丸辰見倉本丸の南東に立つ相当型22階の20倉、3階倉と共に木造で復元された清水谷御殿溝の口家の下屋敷1693年四代藩主茂雄の時に完成堀部安兵武津根像有志により1984年に建立 城郭跡の大部分は日本軍解体まで陸軍が置かれていたこともあり、現在も陸上自衛隊の中屯地となっている。その関係により、木内の建築の内建物の内部を観覧できるものは、二の丸隅櫓、本丸表門、辰見櫓である、自衛隊の敷地内にある三階櫓の内部は公開されていない。柴田城周辺は柴田城市公園として整備されており、 憩いの場となっている。また城郭跡には、初代藩主、溝野口秀勝の銅像が建っている。下屋敷であった清水園は、国の名称、銅園内にある足軽長屋は、国の重要文化財に指定されている。溝野口家の車両であった泉の御茶屋は、国の名称、新潟県の文化財に指定されている。現在も、城郭跡地の大部分が、 陸上自衛隊の柴田駐屯地となっているため、三海櫓に行けないなど、柴田城の観光地下の支障となっている。しかしその反面、ここを訪れる観光客の中では、城と重なる駐屯地の光景を見て、戦国自衛隊のようであると感想を漏らす人々が非常に多い。かつては、浮船城、狐の大引城、あやめ城と呼ばれていた柴田城であるが、近年では、 戦国自衛隊の城という愛称で呼ばれることが増えてきている。ありがとうございます。